皆さんこんにちは、ラバダックです。トレインシムワールド2020やっていきたいと思います。おなじみトレインシムワールドに2020という表題が付け加えられました。ということで今回はドイツの路線やっていきます。まあ、ドイツばっかりやってるんじゃないっていう話なんですが、ドイツしかアメリカぐらいしかないこのゲーム出てないんですよね、今のところ、トレインシムワールドとなっていないところは結構いろんな国のが出てて、日本とか中国も出てるんですが、今のところこのゲームワールドの方はアメリカ、ドイツあたりしか出てないですね。さあ、お客さん待っている間にちょっと操作しちゃいましょう。ちょっとね、このゲームの特徴としてチュートリアルやらないと何が何だかわからないので、必ずチュートリアルはやるようにしといた方がいいと思います。さあ、お客さんはもう乗ってるのかな。後ろ見てみると、あ、いますね。坊主頭の男性がいます。さあ、ドアもう閉めておきましょうか。21分30秒発車なんで、10秒前に閉めましょう。さあ、ドア閉めます。ご注意ください。はい、ドア閉まりました。さあ、出発です。では、出発していきましょう。ちょっとずつ、はい、動き出しました。今回やるのはね、通勤路線みたいなので、期間は非常に短く1キロぐらい、長くても3キロ弱で推移する感じです。なので運転するにはね、非常に楽しい路線なんじゃないでしょうか。ということで、結構このゲーム出てもう 2,3 年経ってますよね。コンテンツが充実してきましたが、やってるのはアメリカ、ドイツ、あとイギリスもありましたね。そんな路線ばかりがやっているので、もうちょっと変わり種があると楽しいんじゃないかなと私は思うんですが、皆さんはどうでしょう。まあ、日本とか出てほしいですよね。トレインシムの方は日本があったので、できれば日本も考慮に入れといてほしいななんて思ったりします。さあ、時速制限40キロということで、ポイント通過なのでね、かなり低く抑えられてます。さあ、 200m 先にはまた 100km まで加速できますが、もうそろそろ駅が 500m 先に見えてるので、あっという間に次の駅ですね。さあ、非常にゆっくりと走っています。このゆっくり走る感覚も楽しいですよね。なんか電車がね、終着駅のところスピードを落としてゆっくりとホームに入ってくる、あの光景は非常に旅の感じがして楽しいです。さあ、駅見えてきました。まだね、結構この路線ダイヤきついので、あまり手前から減速はしないようにしていきたいと思います。さあ、誰もいないホームに電車が入ってきました。さあ、少し上り坂になってるので、上り坂を利用してブレーキをかけずとも近づいていく。さあ、徐々に入れていきますが、はい、停車しました。ボタン開けましょう。こんな感じですね。8両編成なので結構長い車両になってます。お客さんはおりませんね。本当に短い駅です。新宿と代々木上原よりは遠いかなと思うんですが、それぐらい都心の短い駅間です。さあ、ドアロックしましょう。さあ、今どうやら単線の区間ですが、また伏線になっていくはずです。さあ、出発しましょう。さあ、モーターの音聞こえるでしょうか。ちょっと実況の様子、状態によっては聞こえないかもしれませんが、さあ、次80キロ制限が 100m 先であるので、そこまで加速はしないようにしましょう。さあ、次の駅まで 1.9 キロ。さあ、攻めて攻めて、少し上り勾配なので若干
スロットル上げても大丈夫な状況ですね。さあ76キロ、77キロ走ってます。おっと、ちょっと下り勾配になってきたか。81キロなので少し制限かかっちゃいますね。さあ下り勾配にも見えるこの区間をゆっくり通りていきます。はい、もうあと1キロ先また駅になります。 1.7 キロ先までこの制限状態は続くので、このまま駅に進入するという感じになるかと思います。さあ結構速いスピードで今ポイントを通過していきました。下り勾配が続いています。さあブレーキをかけたいところだが、なるべくスピードを出したまま進入していきたい、そんな思いがありますが、ブレーキかけていきましょう。ちょっとカクつくな。カクつかなければこのゲームほんと最高なんだけど、なかなかそうも言ってられない。はい、到着しました。少しブレーキ荒かったかなと思います。さあちょっとだけ降りましょうか。なるべくねダイヤに忠実でいきたい。おお、2人とも同じ格好してる、やばいねみんな冬でも夏でも同じ格好してるんでね、ちょっと違和感ありますし、みんな同じ国の人みたいな感じですが、もうちょっとバリエーションあってもいいんじゃないと思いますがね。さあ28分25秒、結構待つな意外と。ちょっと早く来すぎたかな。さあすごい量これ現実の世界でも結構大きな駅なのかな。あんまりそんな雰囲気はないけど、あと1分ほど待ちますが、あれ、これ以上行けないか。挟まれただけ？あ、そうだね。で、こっち側も行けないと。こっち側は？あ、ここも行けない。そんな感じか。さあ、もう少しで時間になるので、登っていきましょう。あ、意外とあったな。あんまり電車来る区間ではない感じなので、あんまりすれ違いはないのがね、少し残念なところですが。さあ、乗っちゃいましょうか。よいしょ。さ、座ってと。さあもうそろそろドア閉めましょうか。10秒前にドア閉めましょう。そうするとちょうどいいぐらいかな。さあドア閉めます。さあ出発進行と、あと 2.1 キロ。さあ 700m 先、時速100キロの制限。結構80キロの割にスピード感ありますよね。さあ上り坂79キロ。はい、100キロの制限。さあただ 1.2 キロ先にはもうすぐ駅です。なのであっという間ですね。さあ100キロまで一気に加速して、あお、スピード感がすごい。ただもう 700m まで息が迫ってる。ちょっと今回はあんまりね景色を楽しむ感じではなくて運転を楽しむ感じかなっていう要素が多いと思います。さあ少しずつブレーキかけていきましょう。さあすれ違いがありますね。
はい、停車しました。さて、下ろしましょう。よいしょ。後ろの一等席があります。ここ一等席。で、向こう側が二等席。って書いてあるんですが。まあ、座席の感じはほぼ変わんないですよね。ここでもちょっと恥ずかしいな。よいしょ。さあ、間もなくドア閉めます。お、向こうの電車はまだ行かないみたいだね。さあ、ドア閉めましょう。はい、出発します。この電車の面白いところは、スロットル10ついてるのに対してブレーキも10段階あるところ。アクセルが10あって、そしてブレーキも10ある。普通それ、アクセルの方はそんなに段数なくて4とか、段数で、ブレーキの方が7とか8とかあるんだけど、こっちは両方とも10ついてるというので、ちょっと不思議な車両ですね。トレンシムワールドでも初めてのタイプだと思います。さあ、100キロまで加速ですが、90キロ制限あるので、遵守しましょう。さあ、これでいいかな。はい、90キロ制限。はい、600メートル先、駅です。もう、ほんと、駅間短い。さて、ホームが見えてきたので、そろそろ減速を始めましょう。はい、停車しました。さあ、お客さん、あっという間に。この駅は全然降りないね。森の中にあるからね、全然降りないんだろうね。綺麗な風景です。でも今のところダイヤは結構守れてます。24秒。あ、結構時間あるな。一応一度流してやってるんですが、あんまりダイヤ余裕なかったようなイメージなんですが、意外とありますね。この先どうなるかわかりません。イワンホーム、すれ違いはなく、非常に閑静な住宅街といった感じでしょうか。あんまり遠くに行けないのがね、残念だね。もうちょっと駅間長かったら、走行中歩き回れたんだけど、まあでも運転が楽しいからいいか。よいしょ。さ、では。ドア閉めますよ。はい、ドア閉めます。はい、出発です。お、3キロ。ちょっと長いですね、今までと比べると。すべていつの間にか伏線になってますね。さあ、80キロ制限があるので、あ、3.9キロ先か。全然大丈夫。次の駅までは、100キロまで加速して運転していきたいと思います。このゲーム多分あんまり大都市やると容量が重すぎてカクカクしちゃうんだけど、森の中だったら大丈夫ってことは、秋田新幹線とかね、やったらいいんじゃないかな。なんていうか、在来線走ってる区間、そのあたりとか、あと青梅線、
青梅線はでも住宅街か。あの高尾の方から大月の方に行くあの路線あたりとか、そういうのだったら日本でも再現できるんじゃないかな。まあトレインシムの方でも日本のね北海道だったりは再現されてるんで、多分ねあんまり物がない方が再現しやすいのかなと思います。さあ直線区間気持ちいいですが、あと残り1キロとなってきました。100キロでね走ってるんであっという間ですね。さあホームの橋が見えてきたので減速しましょうか。はい、止まりました。はい。開けてと。開いてるよね。乗らないの？あ、乗るよね。ここも結構降りましたね。皆さん降りていきます。さあ、これ4両ずつで分割なので、前と後ろ4両開いてますが、周り貫通扉がないので、そのままね、渡ることはできません。おっと、ちょっとやばいな。時間過ぎちゃった。よいしょ。さあ、次の行きはちょっと苦しそうだ。きちんと定着できるかな？さあ、出発しましょう。1キロしかない路線なので。ただ、次の駅までは100キロのまま行けます。さあ森の中行きますが、これドイツなので電車は右側通行になってます。日本とかだと左側通行ですよね。さあ100キロまで加速してまた下げましょう。あっという間に下げるね。さあもうホームの橋が見えてるので減速しましょうか。さあ38分までにたどり着きます着かないといけないんですが、もう38分過ぎちゃってます。ちょっとブレーキ操作誤ったね。ちょっと早すぎた。荒い荒いブレーキ操作荒すぎ。さあ38分55秒1分の延着ですね。さっきので1分も延着することになるとは思いませんでしたが、痛いな。痛い痛い。39分。多分38分40秒とか発車するんじゃない？本来のダイヤだったら。さあかなり痛いことになってます。さあ次40分までに到着しろと、700m 先、 900m 先かですが、絶望的だね。ほら言わんこっちゃない。きちんと運転はね、あんまりよそ見せずに運転すべきなんだよ。さあ80キロ制限がかかってるので、ちょっと街の中ですね、住宅街でしょうか。さあはいはい、遅延ですね。遅延だ。どうなってる。定時運行が自慢のドイツが遅延をするとは。さあどんな感じかな。おっと、なんか渡り方がすごいね。さあ駅入ります。
ブレーキ少なめ。はい、ブレーキ少なめ。ちょっとブレーキかけて。はい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 。多めにブレーキかけて。ちょっと手前で止まるかな。はい、停車しました。ちょっと荒くなってんね。ほんと。40秒の延着。三車線になって多分通過すんだよね、一番右側は。お客さん、去っていきます。さあ、ドアアンロック。さあ、2.6 キロ先、40キロ制限入ります。さあ次、45分、 3.4 キロ先、ここでどうにか巻き返せるかな。ただ40キロ制限が 2.5 キロ先にあるので、どっちにしろこのまま早くは進めない感じだね。さあちょっと焦りが見えてきて、ハンドル操作にも誤りが生じていますが、大丈夫でしょうか。さあ、また分岐する。今のところ一番右の車線を走ってます。踏切なんかがほぼないので、本当に気持ちよくスピード出しながら走れますが、お、2車線になった。さあ、トンネル入ります。やっぱなんかトンネルは本当近代的。でも左側にしかライトがついてないですね。右側にはライトがない。さあ、なかなか終わりが見えない感じがしますが、さあ、もうそろそろ出るかな。はい、出てきました。ただ 600m 先で40キロの制限です。さあ、結構ギリギリまで頑張って70キロぐらいで推移しておきたい。なので100メーター切ったあたりから減速しても大丈夫かな。安全策、150キロがいいかな、150メーターがいいかな。さあ、信号が見えてます。さあ、150キロでブレーキかけます。結構強引だ。よし、さあ、制限入った。おっと、左車線に入るね。左に移り変わると。1.9 キロ先、120キロ。ちょっと定時着難しいかな。そうだよね、1.3 キロ先だから。お、制限解除。80キロまで加速。まあ、渡り線を渡るために、ポイントを渡るために40キロまで制限落ちたんだね。さあ、左側を渡ります。日本ではあんまりありえないタイプですよね、この線路を渡って左車線行ったり右車線行ったりする。でもヨーロッパでは結構あるタイプみたいなので、このゲームやってるとちょくちょく出てきますね。ちょっと下りか。さあ、下り勾配なのでブレーキ操作は誤らずに頑張りましょう。おっと、トンネルに入るな。さあ、そして一気に上りに上がって、これ難しいな。上りのブレーキかけるの難しいんだよね、ほんと。大丈夫かな。さあ、緩めに上りかけましょう。やっぱり上りは難しい。
はい、テイシャ、アンロックザドア、30秒の延着、10秒取り返したね。なかなか愛嬌のある顔だけど、あんまりドイツっぽくはないよね。なんかもうちょっと東南アジアの方にありそうな、そんな感じの顔です。